はい、じゃあ今日もやっていきましょう。ウィークリー KIBBF。 はい、いよいよ一部リーグが終了しましたね。はい、そうですね。はい、ということで、うん、これまでの一部リーグっていうのを振り返っていきたいなと思います。はい、はい、まずは、最終順位は、こちらの結果となっております。はい、はい、そしたらまず10位、9位の大阪教育大学と大阪産業大学、はい、どうでしたか？そうですね、まあ、こう両チームともにやっぱりなかなか勝ちがやっぱり取れなくて、ね、大阪産業大学は大阪教育大学に1勝してっていうところで、はいはいはい、最終戦を迎えたんですけれども、うんうんうん、まあ、こうやっぱりお互いのこの熱意っていうのが伝わる1試合やったのかなっていうふうに思ってまして、うん、最終的には三大が勝ち切ってっていうところですよね。はい、そうですね。まあ、でも両チームの合計の試合の結果っていうのを見ていってもらったら分かると思うんですけど、はいはい、リーグ序盤に比べてお互い明らかに試合の内容自体は良くなっていってますよね。そうですよね。すごい大差つけられて負けてた試合がすごい僅差になったりとか、あわよくばっていう試合も増えてきたりとかして、そうですね、両チームともにリーグ戦を通じて強くなってきて成長したのかなというのがよく分かりますよね。はい、はい、で、8位、7位、はいはいはい、流通学大学と大阪体育大学ですけれども、はいはいはい、どうですか？いや、丸投げかい。それでは7位、8位は、うん、流通学大学と大阪体育大学というところで、はい、まあ、ここも最後まで入れ替わりがあるかもしれないっていうところでしたよね。そうですね、まあ、流通学大学っていうのもセンターがいないチームで、はい、まあ、ランアンドガンでどんどんシュート打っていくっていうチームで、まあ、いつね流通科学大学が大爆発してくれるのか、はい、ではもうこうそわそわするような試合を見てくれましたね。そうですね。何よりエースの松浦選手がもう、はい、得点がもう1試合に40点取ったりとかもうすごいですよね。そうですね、はい、プラスやっぱ外回りの選手って身長の低い選手っていうのがどんどん活躍してやってくれたんで、そういう意味で言うと、まあ、サイズが小さい選手にとっては目指すべきチームかもしれないですよね。そうですね、はい、はい、大阪体育大学もなんとか入れ替え戦を回避することはできたんですけれども、まあ、最終的な結果としてはちょっと悔しい、インカレの枠を絶対目指してたと思うので、はい、まあ、最後の結果というのは悔しいところだと思うんですけども、一番印象に残ったことっていうのが、はい、10月28日の最後のゲーム、はい、まあ、最後相手チームに点差をつけたんで、まあ、4年生の5番の野原選手と6番の戸田選手が出場したんですけども、はいはいはい、まあ、2人ともずっとリーグ戦はベンチインしてた選手にはなるんですけど、はい、まあ、なんていうかな、やっぱ大阪体育大学言うても上手い選手いっぱいおるし、そうですね、そういう選手がいる中で、まあ、最後試合出てきてで、連続でシュート決めて2人とも、そうですよね、はい、その2人の選手が、まあ、最後に、見せてくれたプレーっていうのが、まあ、すごい人数の多いチームで、まあ、ベンチメンバーだったりとかスタメンの枠、バスケットどうしても5人しか出れないんです、スタメンでは、はい、やっぱそこの枠を争って戦ってきた4年生が、まあ、いよいよ引退なのかと、でやっぱそれを見て、全力で応援する大阪体育大学の応援団、絶対練習とかいろんなところでその2人は、まあ、愛されるような選手だったのかなと思うので、はい、いろんな形で貢献をしてきた2人の最後を見ることができて、僕はなんか嬉しかったかなって。そうですね、そして6位は関西大学、5位は大阪学院大学となりまして、はい、まあ、ここも最後まで入れ替わりあるかもっていうところですよね。そうですね、関西大学がまさかまさかの、まあ、水曜日、先週の水曜日に近畿大学に勝利して、はい、インカレの枠っていうのが見えてきたと。そうですね、というところで、まあ、ひょっとしたら5位になるかもっていうところだったんですけど、まあ、この土日で、残念ながら負けてしまって、うん、最終的に6位に落ち着きましたね。関西大学やっぱ主力の選手はやっぱり怪我続きで、うん、なかなか本来の力っていうのを発揮できないままリーグ戦を戦い抜いてきたチームであったんですけども、そうですね、まあ、それにも関わらずっていうところで、はい、まあ、終盤で、本当にエースのそして主将の森田選手が先制離脱してしまったにも関わらず、そこでもう一回こうチーム一丸となって、はい、今までずっと出てなかった選手が試合に出てきて活躍する、はい、そういうチーム力っていうのを見せられましたね。そうですね、はい、そして5位ですよね、はい、大阪学院大学で10月28日流通科学大学との試合で、おうおうおう、まあ、ある事件が起こってしまったんですというと、その前に前振りしときましょうか、はい、去年のリーグ戦のファイナルですよね、最終試合で1位の京都産業大学と2位の大阪学院大学、はい、
はい、ここの試合で、まあ、1位の京産の優勝決まってたんですけど、そうですね、まあ、その試合で、それも結構こうシーソーゲームで最後の最後までどうなるかって言って、で最後ですよ、応用3-2-1-0で、ミドルシュートを30番木下選手がシュートを打って、はい、ブザービートで入ったんですよ。そうですね、で逆転で勝つというドラマがあったんですよ、はい、劇的な勝利だったと。そう記憶してますね、はい、で今年ですよ、はい、お2点差で学院がビハインドで、残り時間防御3-2-1になった時にボール持っているのはキャプテンでエースの木下誠。おお、まさかまさかあると思う。でもそんな上手い話ないやん。まあないよ、バスケットのね、まあ、シュートなんてそんな確率ってもんでもないですからね。ありえへんやん、はい、しかも去年のブザービーターでそんなあるわけない、全員思ってた。で最後防御3-2-1バースリーポイントですよ、バーってビーパサー、えドヒャーソン、いやもうせーのドヒャーって言ってね、ほんまやばいっすよね。もう2年連続で彼はやってくれましたよ、本当にね。もう持ってます、持ってる男は持ってますね。なんかもう観客をこう楽しませたいがためにやってんのみたいな、エンターテイナーみたいな、ね、いやほんまね、うん、もう大阪学院大学は流通科学大学で最後に逆転して勝利したというところで、はいはい、まあ、ほんまに最後まで楽しませてくれるいいチームでしたね。はい、そうですね、はい、はい、ここからは、インカレ枠ということで1位から4位の上位チームに入っていきたいなと思います。はい、お願いします。はい、まずは4位の同志社大学。お、同志社大学は、去年が2部リーグ、そうですよね、はい、で今年1部リーグに曲がってきて挑戦というところだったんですけれども、はいはいはい、普通はこうビビってやっちゃうというか、はいはい、1部ってどんなやろとかさ、こうなんかこう探り探りやっていくようなところ絶対ありますよね。はい、そうなんですけれども、はい、同志社大学物怖じせずに強気なプレーを見せて、うん、見事な、勝利を重ねて、そうですよね、はい、勢いありましたね同志社大学は、はいはい、でまあこのね、気づいた今年気づいたこの奇跡というのを、うん、まあ、来年度以降、引き継いでいけるのかと、うん、いうところが、そうですね、はい、まあ、これを継続していけるかというところを注目していきたいですよね。はい、はい、インカレでも堂々と戦ってくれると思います。はい、はい、そして3位の関西学院大学、はい、このチームは僕、まあ、もう短い時間で4年間しか見させてもらってないんですけど、4年間の中で一番組織力があったチームだったんちゃうかなと思うんですよ。なんといっても関西学院大学といえば、まあ、能力の高い選手がもうどんどん引退仕掛けていって、試合に勝っていくというイメージがすごいあったんですよ、うん、ただ今年の試合の展開っていうのを見ていくと、まあ、もちろんエースの74番中野選手っていうのはすごいシュートも入るし能力高いと思うんですけども、はい、あ、しっかり意図したバスケットを体現していこうっていうのがもう目に見えて分かるような試合が本当に多かったですね。お、はい、まあ、外回りの選手だけ見ても安見選手、古井選手、森山選手、小西選手、この4人の選手が、まあ、状況によって、起用されたりとか、まあ、相手チームに合わせて、はい、それぞれのバスケットを体現していく。インサイドの選手も同じくで、小西選手や、6番松本選手っていうのも自分たちより大きい相手につくことっていうのも結構多かったので、はいはい、まあ、そういう相手に対してどういうふうに守るのか、もしくはどういうふうに攻めるのかっていうところも意図してやってるなっていうのも明らかに見えて分かる試合が本当に多くて、はい、まあ、そこでやっぱ坂本選手だったりとか高山キャプテンの高山選手っていうのがしっかりシュート決めて、もうチームとして組織として、バスケットをしていくクオリティってすごい高かったのかなと思うんですよね、まあ、そういう意味で言うともう感覚ってこんなチームやったんやみたいな、もう初めてほんま初めて気づくことが多いチームが関西学院大学で、はい、そういう意味でチームの総合力っていう観点で見ると本当に高いいいチームやったんかなと思います。まあ、それがそのまま3位という結果に表れたのかなと思うので、はい、まあ、インカレの舞台でも大活躍してくれるんじゃないかなと思います。はい、はい、とうとう迎えました。お、10月28日のリーグ戦最後の試合ですね。はい、京産と近大の試合です。そうですね、注目のカード。はい、近大は、京産より勝ち星が1個下やったんで、はいはいはい、勝ったとしても普通に勝ったとしても優勝できない、京産に8点差以上つけて勝たないと優勝できないという状況で、はい、まあ、かなりプレッシャーのかかる試合でした。そうですね、はい、その試合で、序盤からもう近大圧倒で、京産にこう点差をつけたまま戦いに見たんですけれども、まあ、0番パトリック選手を中心に攻めていくっていうのは変わらないんですけど、はい、やっぱ他の選手の活躍ってほんま著しかったかなと思います。お、外回りの選手は思い切りよくシュートを打っていって、はい、
で、まあ、しっかりそれを決めていくというところ、思い切りの良さが本当に目立ちましたね。はい、まあ、対する京都産業大学っていうのは、あ、まあ、このファイナルに向けてかなりいいメンバーを絞って、勝負してきたかなと思うんですけども、はい、やはりターンオーバーが少し目立ったかなというところで、はい、やっぱ勝負どころで、パスミスだったりとかシュートのセレクションが悪かったりとか、はい、というところで、まあ、チャンスを自分たちから逃してしまうということもあったかなというところで、はい、終始近代の圧倒で最終的には20点差近くつけて近代の勝利したということで、なるほど、はい、本当にね、ただこの試合のレベルっていうのは、はい、ほんま高かったかなと思うんですよね。はいはいはい、もう僕もずっとこう試合を見てきて両チームともに、はい、ほんまレベル高いプレーが多かったんですよね。まさか関西でこんなレベルがいるとはっていうところで、確かに、はい、まあ、京都産業大学も惜しくも負けてしまったところではあるんですけども、はい、やっぱりあんだけの選手10人近くの選手が試合に出場するんで、はい、まあ、それだけ選手の質が高いチームなんで、はい、まあ、インカレに向けて、まあ、さらにどういう風にレベルアップしていくのか、その可能性がほんま広がるような展開もしてくれたんで、はい、まあ、もう肝心なのはインカレやと思うんで、そうですね、まあ、京さんはインカレどこまで勝ちになってくれるのか、はい、もうベスト4、何やったら決勝まで行ってくれることを期待したいですよね。そうですね、はい、まあ、近畿大学っていうのは最終的に優勝というところで、何より僕は9番の浜高選手、はい、本当にいいプレー多かったですね。確かにそうですね、まあ、自ら点を取るっていうところだけじゃなくて、はい、リバウンド取ったりアシストしたりとか、そうなんですけども、うん、まあ、浜高選手はこの周りの選手がいかに不調な時に、うん、まあ、勝つためにどういうプレーをしたらいいのかっていうのがすごい分かってやってるのかなっていう、すごい、そうですね、チームをこうまとめていく力今年はすごいありましたよね、はい、まあ、プラス自身も多分まあ、あんな感じと失礼なんですけど、ああいうこう、まあ、結構ノリのいい感じなんですけど、実はバスケット IQ がすごい高いと思うんですよね、はい、だから1対1する時とか自分がシュート打つ時もある程度コントロールしてるのかなと思うんですよね。例えば相手に連続で決められた後だったりとか、はい、味方のシュートが入らない時、そういう時はもう意識的に自分で1対1仕掛けていってますよね。そういうところもゲームの流れを読んで一体仕掛けたりとか、もしくは周りへの声かけをしたりとか、はい、もう選手としてほんまに総合力の高いいい選手ですよね。そうですね、はい、というところで、まあ、その那覇浜高選手率いる近畿大学が優勝というところで、はい、近畿大学の皆さん本当に優勝おめでとうございます。いや、お前が言うんかい。ん、え、もう表彰式の時一生金大やったからね。そうですね、もう表彰される人もほぼほぼ金大みたいな、5割気になります。ということで、はい、この有料日2日間、たくさんのお客様、見に来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。本当にね、僕の感想なんですけども、はい、チームの皆さんもしくは観客の皆さんからすごいありがとうとか言われることも多いんですけども、はいはいはい、もうそれも本当にありがたいところではあるんですけども、僕はむしろ観客の皆さんだったりとかチームの皆さんに、まあ、ありがとうと伝えたいかなというところで、はいはい、もちろんこう見てくださる観客ありきの大会運営やと思うんで、ないしはチームの皆さんっていうのは僕たちが会場に行って会場の設営をしたりとか、もしくは撤収をしていく片付けをしていくっていうのが当たり前の話だと思うんですよね。はい、はい、というところをチームの皆さんがすごい手伝ってくれて、僕たちは手伝ってくれることによって他の仕事を先にできたりとか、もしくは自分たちが早く帰ることができたりとか、はい、手伝ってくれることが本当に多いリーグ戦だったかなと思ってるんで、はい、はい、そういう意味で言うとチームの皆さんに本当に感謝したいなというところで、はいはい、チームの皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、残すところ入れ替え戦チャレンジマッチというところで、3部リーグのチャレンジマッチの挑戦権は神戸医療福祉大学が獲得してます、はい、で2部リーグは今立命館大学が全勝中なんで、このまま今週土曜日の天理大学にもし勝利することができれば、はい、チャレンジマッチ成立するんで、はい、ここで、果たして勝ち切ることができるのか、もし勝つことができれば1部リーグ5位の大阪学院大学と対決になるんで、はい、こちらの戦いっていうところも注目していただきたいかなと思います。はい、ということで、リーグ戦最後まで、見に来てください。はい
はい、というところで、はい、僕たちもまだまだ、会場でお待ちしておりますので、ぜひご来場いただければと思います。はい、はい、ということで、今回も動画を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。